皆さん、こんにちは。前回で、公領、永安を攻略し、現在、劉備勢は、そのまま甲州攻略を目指している。そして、大孫権、河陽での戦いが近い状況。しかし、この大きな戦いが控えている中、頭を締めていることは、どういう形で劉禅に上位すればいいかということ。そう、いよいよ、それが現実味を帯びてきたのである。さて、前回の終わりに、霊利狡猾の異名を名乗ったわけだけど、これは、それに変える直前、失政の状態で、深夜から生徒に向けて出陣した場合の、経過日数を確認しているところ、変なルートになってはいるが、失政時は91日かかる、約3ヶ月といったところ、次に、霊利狡猾を名乗った後、部隊を解散させて全く同じ武将、同じ状況で確認。なんと、70日になっている。21日も縮めているのだ。これは、霊利狡猾の訓令、迅速加弾プラスの効果、軍勢速度上昇の効果である。機動力を上げても、戦闘力や兵力が増えるわけではない。ただ、大きく戦局を変えてくれる力であることは間違いない。敵の準備が整う前に攻める、不利な状況になる前にことを終わらせる。戦闘力や兵力を上げてもできないことができるようになるのだ。ということで、進めていくよ。時間を進めてしばらくすると、なんと、馬頭軍が長安を攻略。さすがはお父さん。なんというか、絶妙な展開かもしれない。炎章軍も、南安港という要衝で、曹操軍の攻撃をずっと防いでいる。こちらは、このまま優勝を人のみでいければすごいんだが、孫権軍の先陣は士官、火曜まで24日か。残りはそこから約10日後だな。8月に入ったら戦況を見るようにしないと。あ、師匠さん滅んだな。甲州への攻撃を開始。もう少しで采配戦闘が始まる。兵糧は見ておかないと怖い。先陣の士官勢も強いな。甲州での戦いが始まった。一応、大水道戦術も設置したけど、すでに城門が薄いから、普通に戦った方が早いかも。進め。敵は何だろ、今、本陣を開けてるな。軍略の神王、お見せいたしましょう。今のは迅速陣戦術、味方全員の軌道が上がって効果時間がすごく長い。長山の長支流、押して参る。長山の長土流、今回は潜らずに都市を攻略。長山の長支流、押して参る。優勝援軍、ギリギリ間に合わず、続けてその軍勢との戦闘になった。お任せあれ。この戦いも即終わらせたい。 おっとそれより、火曜がそろそろ本格的になってるんではないだろうか。おっと、これだけ見ると優勢だな。後ろから孫昌公が来てるから、倍くらいの兵力差になるのかな。こちら弱い部隊を向かわせて混ぜたら、まさか弱くなるんだろうか。周囲や女子は、何してるんだろ。再走で止まってるな。さっきまで目標は公領だったんだけど。うむうむ、悪くない悪くない、いい感じだ。火曜は、援軍なしで頑張ってもらおう。この戦いをサクッと終わらせて、状況を確認して考えよう。相手は、砲勢と超人か。打ち取りたくない相手だな。騎兵じゃないんだよなぁ。槍を担いで疾走してるのだろうか。長山の超支流、押して参る。軍略の神王、軍略の神王。超運転だった。長山の超支流、押して参る。
このまま生徒まで行けるか。かよう、これはいい勝負かな。後続が来ないなら、行けそうな感じか。城塞の将兵回復がどこまで効いているのか。城塞を作って、敵より少ない兵で守る。楽しい。まだ、劉備は奥深くまで行く余裕がありそうだ。しかし、指導から出た優勝軍が来ているな。よし、最近雇って甲州に配備させた。新人サンバガラスで防衛に当たらせよう。10年くらい深夜の牢に繋がれてた人もいるな。生徒近くで野戦になった。ほほう、初めて見るマップだ。障害物がない、開けたマップだな。この戦術起点は、猛毒民戦術。優勝が出てきたか。定山の長子竜、気を捨てまいる。場所借りなく。今こそ好機、かかれ。守りを固めよ、耐え抜くのだ。優勝は、ここを決戦場所にするつもりか。近づいてこい、毒を食らわせてやる。全部、範囲に入れるのは無理だったか。守りを固めよ、耐え抜くのだ。どうだ、長い期間鍛えて習得した毒の味は。幽玄徳の意地を見よ、皆、進め。陣を整え、耐え抜くのだ。結果、こちら1500ほどの損害。この戦闘、1ヶ月近くかかったのか。やべ。周遊来てるじゃん、やっぱり。こっち、戦闘で見ていない時に一気に距離を詰めたのか。作詞だぜ。女子も来てるな、時間差攻撃ってやつか。3倍くらいの兵力差があるな。戦闘力差の割合からすると、いい勝負になるのだろうか。甲州に向かってきていた優勝勢はもう消えている。ここは、この新人サンバガラスを慶州に戻して防衛に当てよう。ここは、見事な膠着状態。ずっと睨み合っているな。生徒まで来れたか。すごいな。生徒に攻撃開始。不意になった。あ、深夜で金不足。俸禄が支払えないんだって。取りすぎちゃったかな？てへぺろ。年も増えているんだから再分配をちゃんとしないと。等分配してみて思ったけど、こんなにお金があっても使い切れないよな。生徒の戦い。先ほどの戦いで生徒の兵のほとんどが将兵になっているようだ。敵は小勢だな。あ、もう超運だけでいけちゃうわ。お任せあれ。何度目かのシーン。PK になって AI はより本陣を守るようになってるはずだけど。ちょっと優勝軍は浮き足立っている模様。定山の長子竜、押して参る。いつも捕まるお人。続けて、指導から来た協力税3万、1000。いや、ダメダメ、火曜を見ておかないと。小詰めの援軍部隊をいくつか送ったんだよねー。おっと、孫権軍は5000まで減ったぞ。これは終わったかな。友禅の兵力は3分の1まで減ったか。激しい戦いだっただろう。頑張ったな、友禅、よくやったぞ。孫権の小詰めも向かってきてはいるが、数もそこまで多くないし、距離もある。友禅率いる劉備軍対孫権軍の火曜の戦いは、劉備軍の勝利と言えるだろう。お、劉禅の統率が104、武力が93まで成長してるじゃないか。絆で上がってたりするのだろうか。強い。
今後の成長が、すごく楽しみである。火曜の戦いは、孫悟の精鋭、合して50万に対し、友禅は、わずか5000の手勢を率いて戦ったと言われている。かっこ、軍主がそのような少ない兵力で大軍に当たるということは、考えられない。ただ、友禅は同時に諸葛亮らに兵を与え、生徒まで攻略させている。当時の友禅軍の国力を考えれば、火曜に配備できる兵は確かにほとんどないと言える。兵が忽然と現れでもしない限り、この説を覆らせることはできない、かっこ閉じる。孫権の大軍を前に、友禅軍は火曜の城塞にこもるかに見えた。しかし、友禅はわずかな手勢を率いて、城塞から打って出た。その勢いは凄まじく、孫権軍は退却を余儀なくされたという。この戦いで友禅の名は、この人々に深く刻み込まれ、その名を聞けば、泣く子も震えて泣き止んだという。ということで、今回はここまで。では、またねー。